さあ今日もやってまいりました、上野桜木、猫の街、チワ&シャーリーが行く行く猫が似合う街だね。そうだよ、ここね、もう猫がそこになんかいるいる、ね、いる、上野桜木あたりでございます。あたりあたり、また来たよここに、ね、嬉しい。シャーさん、ここの佇まいがなんかすごい懐かしく感じるのはなぜでしょう。こういう時代って見たことあるの実際、日本が。ある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 、あ、おばあちゃんちのところを昔、うん、山かビアホール行っちゃう、ビア行きたいですね今日長くなりますよそれこんにちは、こんにちは。来ました来ました、いや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 、ここがちょっとちょっとお邪魔しに来ております。こんにちはよろしくお願いしますさあこちらがおしおリーブの、こんにちは、こんにちは。ここはなんてカフェスペースと言ったらいいんですかね。そうですね、テイクアウトとか中庭で飲んでいただいたりとか。ここで飲んでオリーブラテをいただいたんだけど、はい、美味しかったです。ちょっとルックス的には抹茶ラテな感じだけど、ちょっとあの苦味というか、おすごく美味しかった。飲んだことある？あります、あります。あとはあの、さすが、これもおすすめですね。いやもちろんですよ、谷中ジンバルというジンジャーエールとバルサミコ、ラム酒が入ってます、はい、なかなか酔っ払いやすいやつでございますがまあその他にいろんなおつまみをねここいただけるので、3つ選んで500円がワンプレートになって、安い、ワインも飲めますし、あとあちらからクラフトビールをもらって飲んで、ここで飲んでこっちでおつまみ食べてもいいよという。でそちらのそうです、こちらカヤバベーカリーでパンを買って、それとねオリーブラテともうバッチリです。ランチ最高に美味しいんですよね。こちらが私たち一押しの四角い食パン、もう6枚切りはもうなくなりましたね、よかった先にもうお値段がすごいリーズナブルというか、この麻布十番なんて行ってみかける2くらいですよおしおリーブ、サルトンオリーブショップですね。そうです、可愛いよねこのオリーブが、オリーブトリー、ね、このおしおリーブのオリーブオイルコンセルジュ中川さんでございます。いや今日もいろいろいっぱいあってあれなんですけど、まずはじゃあここの、はい、他のお店とは違うオリーブオイルのセレクトぶりというのを教えていただきたいんですが、あのうちにいらっしゃるお客さんがなぜうちにいらっしゃるかっていう部分では、はい、やっぱり巷でオリーブオイルの味比べができなくて何を買ったらいいかわからないってお客様がやっぱり専門店があるとどんなものがあるんだろうって知りたいっていらっしゃる方が一番多いと思うんですけど、一応基本的にもう全部早摘みのオリーブオイルなんで、あの早摘みと遅摘みがまず違うってことをまず理解してもらうことから始めているんですね。で味見てもらうとこんなに違うんだっていうのはすごい実感していただいてるんで、飲めるっていうのをキーワードにして、あのお客様にご案内をしています。じゃあここで一発実際に中川さんにいつものように今の一押しのドレッシングを新作じゃあ、はい、教えてください。ちょっとこのこの燻製のバルサミコに、はい、これです、これをこういつもこういう感じなんです、はい、これが最高に嬉しいよね、千葉さんこうやって試せるなんて。バジルのオリーブオイルを合わせて、バルサミコのスモークのバルサミコにバジルのオリーブオイル、はい、うまい、うん、ですよね、このコクが、でもそんなにバジルバジルしないんだね。
爽やか、結構多分こっちも強いんで、うん、合わせた時にちょうどバランスよくなるかなと思うんですけど、なんかこう包んでる感じがするけど、これはなんかいろいろでもわーなんか使えますね、使えますね、はい。まあ、このようにオシオリーブでは、はい、このオリーブオイルコンセルジュの中川さんが皆さんに手取り足取り先生が博士が教えてくださいますので、安心してお買い求めいただきたいと思います。そう、もう、ね、たっぷりといろいろ教えてくれるから、はい、本当すごく、おすすめです、はい。これからのね、あのクリスマスプレゼントとか贈り物とか、そうですね、お歳暮とかにもおすすめできますね。友達のプレゼントに私もよく買います。続いてはもうこの辺の何でしょうね、ある種ランドマークなんじゃないですか。感動しますよね、スカイザバスハウス。うん、お二人さんは仙道っていうのは経験ありますよ、日本に。うん、最初来た時でもないですね、なかなか。下駄箱です、ね、下駄箱ですよ。あ、鍵がね、普通木札が入ってるんだけど、こっちが赤いから女湯で、うん、あっちが、そっかそっか、ブルーで、あーでメンズという、うんうん、でもやっぱり入り口は女湯だろうということらしく、うん、ですね、ですね。ではここから入るよ、お邪魔します。ここから入るようです。かなり結構有名な方々もね、入られたというこのお風呂屋さん、すごい。さあ、今日はリウファンさんの、うん、日本でも大変有名な方らしいですが、ですよね。まあ、今回はハレーションがテーマということで、うん、この奥がすごいですね、この色の。これがすごい、やっぱりここに来るんだったらこのやっぱ白の方が断然もっとより楽しめる感がするから、ハレーションっていうことで、ハレーション、うん、光ってないだけで。どうなんですか、Let's try. 私の服はピンク色になっているのでしょうか。あ、なってるなってる、なってる、あ、横からすごい、うん、ハレーションになっている、してるでしょうか。してるしてる。でもこの近さでこの絵見るとすごいけど、ハレーションがすごい、エネルギーもらえるって感じ、ね、本当もらえるって感じです。でもこうやってお風呂屋さんが、ね、やっぱりこう天井とか見るとおかしい、お風呂屋さんだったのな。あの方も会いたというね、らしいです、昭和の大スター。私はちょっと歌えないけど、いや、何をしてるんですか。ポルシェの歌。ポルシェの歌。宇崎さんと秋陽子さんの有名な歌とかね。ビッグヒントでね、ビッグヒント。アンルイさんともとても仲良かった方ですよね。そうですね。またそのあたりはここのボスにもお話を伺っておりますので。違う番組になるから、ね。